いやー、いい天気だな。あれ？あれ？あれ？釣りしてんすか？こんな春のような日差しで最高でしょ。最高ですね。どうすか？何使ってるんですか、それ。これですね。やばいじゃないですか。え、シャロークランク。そうです。すごい。それまあ噂の？噂のやつです。マグナムヘッドなんちゃらです。いやちゃうでしょうよ。名前が間違えてるでしょ。それね、28g あって非常に投げやすくて、そのなんていうかストレスを感じない。動かし方も動きもいいし、こうボーンってやったらすごいね。もう食ったね。絶対琵琶湖のウィードエリアでいいよね。どう？自分派手ですね、相変わらず釣りがね、派手派手しいよね。どうなんですか、グローカラーですこれ。ケツしかあれしか。あ、いいねいいねいいね。これ見てくださいよ、今電車の音とともに。これやばいでしょ。これさっきまでね寝てたからね、比例しちゃってたから投げ方が分かんないから、ちょっとこう見てください。これもうね、着水音がいいよ。こいつはどう？さっきもそういうバイだったから、これもう釣りちゃうんじゃない。どうぞ、この音早く欲しいでしょ。名前決まりましたよ。名前が決まりましたよ。これのカオカオ、いいでしょ。非常にいいよ。あそこちょっとやってみよう。学校さっきそこに 40g いたから。あかん、ちょっと自分もそうじゃないから、もう一回や。これはこれも釣れっけだね。逆光でしょ。これ2500。よっしゃ、食った。いいでしょ。いくよ。あらら、行こうよ。パスの中に一発でかんと思う。今日は突然じゃないの。まだ半袖短パンのやついかんな。釣れんだろ。おっしゃ、来た。資料に来てますから、どうしてもテスト調合したいということで。もう食ったでしょ、これ。こんなことしたら食うの。もう一回その角っこの、もう違う。
してたね。こういう、冬はこういう。そこじゃつでか、完全に。ちょっと待ってあげるかな。お、指指これも奥が出てきそうやけどな。あ、疎水も開いてんじゃん。ダメじゃん。で、大津田に逃げちゃうじゃん、バス。それが出ちゃうよね、絶対。それか、一等するバスが入ってるんじゃない。え、まあまあ、でも空いてんだよね。だいぶ空いてんな、でもな。うん、このままあるじゃん、大須賀行けんじゃん。ポイントじゃない。 いいですか。